大人のザビチャンネルへようこそ。どうも、負けが込んできた僕です。やばいね、これやばいよ。移動しっかり打つ方でこうアピールしていこうかね。給料下がっちゃうからね前回のね試合見ていただいた方は分かるかと思いますけど、いやーよう打たれたね、よう打たれた、気持ちよく打たれたわ。もうしっかり出ていこう、しっかりとね。ベストピッチが出ないっていうのはちょっと若干ネックだね。しかもこう雑談してる時あたりぐらいにね少し気抜いてんだろうね。あれどこ行った音あった。ボスボス練習しませんか。上林さん頼ますよ。僕が投げてる時に、そもそもさ、そもそも1点しか取ってねえっていうのがねやっぱね問題があるぞ。え待て、負けたら自力優勝し、なんて確かマジックついてるはずなんだよね、うち今。福岡ヤフオクドームです。よし行きますよ。ホークス先制のチャンスを迎えました。投げました。どこだか。おっしゃー。やべ。今良かったと思ったけどな。良かったと思ったけどな。いいバッティングやったぞ今のは。さあ来い。さあ俺絶対フリースイング。無理。そんなところ手でな。第2球。さあ来い。投げた。ふん。コース引っ張った。切れたか。なんだかな。そういうこの前はすごい切れなかったりとかさ。アウトコース低め。ぶね。ぶね。今まで良かったのにね。よいしょ。そうそうそう。ここ。ああ、ダッシュ無理。ああいうところがね抜けてきたのに今まで。4回までが終了しまして。やべ、1点返された。ホークスリードで迎える7回です。ええ、待って。ライトフライト。ファーストゴロ。ここはドラフト1位の佐々木くんじゃないですか、もしかして。第2球。決まった。うん、切れる。めっちゃ曲がるスラッガー。めっちゃ曲がったね今。投げた。アウトローの直球はボール。カウンター2ボール1ストライク。41キロ。俺と同じぐらいの直球やな。投げた。打った。いいな、そのスラブ。めっちゃ打ちにいいよ。アウト。スリーアウトチェンジ。真ん中の方に来てくるスラブでも打ちにくい。ああ追いつかれてるよ。同点で迎える10回です。あこれはちょっと。投げた。はい、ちょっと待ってね、なんでこんなに伸びなくなった。これでツーアウト。ああさよなら。さよなら。俺もさよならタイムリー欲しかった。しかも無安打ってね、いかんね。なんかいかんよ。ブブブブ。しかも確かパワーバットかなんか持ってねえかったっけ。ミートバットっけ。なんかいいバット持ってるはずなんだよね。まずお出かけ、一旦お出かけして気をね紛らわす。なんもねえな、なんもねえ。だけどこういう総合運動場とか行ってやっぱ増えてんのかね、こうなんかようわからんゲージがね。行ってみようぜ、行ってみよう。ここに俺先週あれいなかったいなかった。どんまい。おー、もうちょっと上林の評価が半分ぐらいや。行くぜ。いろんな経験値が上がって、ここのあここも別に増えるわけじゃねえんだな。増えてるわけじゃねえな。意外とこれなりきりとかで戻したら打てるようになったりしないかな。いややめとこうそういうことするから調子を俺が崩していくんやな。危険です。福岡ヤフー。さあ回ってきますか。おお、1点取られてるよ。これからホークスの攻撃に入ります。しっかり行こう。おお、2キック2キックね、えすごい調子が悪い。しかも俺たちにすげえ勝たせてくれるいいピッチャーですから。はい、センター前。よしいいバッティングを見せました。オッケー。ちょっと点が入ってない。またや。なんで投げました。日本で右打ち。もうなんか奪三振5とかしてる。投げました。外角低め。調子が悪い方が打ち取れるっていうカウンター2ボール。そういう選手いますよね。はい、よし、相性いいよ、この人と。この人と相性いいよ。あ、出す。おお、6点。はいはい、崩れた。こうなっちゃうね、やっぱね。高い。もう出そう。投げました。打った。無理。抜け。おお、取れた。残念。そういえば俺、ミスターツーベースみたいなコースに感じた。打ちしまった。巨神。リードで迎える7回です。ツーベース3球無理や。はあ、ライナー。ライナー。ちょっと待って、危ない。
勝った勝った。2本打ったんか。2本。ありがとうございます。よかったっす。このまま絶好調でいきたいですね。マジック5。やっとそこまで減ったか。マジック5か。移動して、次投げるのは、だいぶ先。給料日投げるんだったって。投げるんだったってってなんだ。投げるんだって。で、出て、俺いる？ここに。あ、こっちは向こうや。今、調子悪いからね、今月な。月間 MVP な。打つ方でもしかしてこっそり選ばれたりしないわな。ホームランねえもんな。何名物なんとかまんじゅう、名物まんじゅう、うますぎる、はあ何もなかったっていうのと同じだよ、同意義だよ、同意義。あ、なんかいっぱいおる。何ピーマンの肉詰めね。あとは黄金寿司。公園誰かいる。公園にも行きたいし。いや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 、なぜ思いっきり戻った。病院行こう、病院行きます。ホークス選手ですか。行きましょう行きましょう。ネタばっかりつまんねえな。いい病院におんな、おい、いい病院におんな。サビ選手だ、はよ元気になってくれ、うん、はよ元気になってくれ。こうな、必ず必ず元気になれるから。さあ打とう、子供たちのためにツーベースを達成するんや。そう心に誓ったプリンスドームやって。さあ来い、はぁ抜けろ抜けろ、スベスベス、よし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 、ゴー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 、やったーやったー、甘い球やったな。スライダーがすげえ簡単に入ってきたわ今。よし、あと2本、あと2本スベースやぞ。投げました。無理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 、慎重に攻めてきます。さあ来い、無理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 。第3球を投げた。3球目、あーストレートか、でもあれはしょうがねえわ。第4球を投げた。よいしょ、いけるかいけるか、ツーベースいけるか、いけるぞいけるぞ、ミスターツーベース、いけー。ボールは中継、よーし、あと1本ツーベース。今日これで2打数の2安打。よし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 、さあ来たよ来たよ、これは狙っていけるよ。ふん、ああ打ち上げた。もうちょっと甘すぎたな、甘すぎたわ。あ、俺からすげえヒット打った日野くんや。あと1本欲しいです。ちょっと点取ってください。回してください。あと2本ぐらい回してください。あ、無理する。さあ無理っすわ。さあ無理っすわ。すげえギュンギュン曲がんなんだ。第3球を投げた。決まった。入ってくる。さあ入ってくる。さあ入ってくるわ。入ってくるよ。投げました。うわ、入ってくる、めっちゃ入ってくる。そら打てねえよ。打てるか。もう一回来た。もう一回来た。今日はここまで4分。初球からちょっと切れてくれない。ああ、ちょっと伸びて伸びて。無理でした。残念。これでツーアウト。ランナーは一塁二塁か。ミスターツーベース残念でした。もう楽しかったのはそこだけみたいなとんね今。ミスターツーベースを狙うがためだけの今状況だったね。いやー、ちょっとチャンスよ。ミスターツーベースが欲しかったんですよ。ファンは増えていく。手のひらくるくるのファンたち。大宮誰誰か、明石かよ。明石かよ。大宮誰って言ったもんだよ。ん？なんて？あ、野上ね。俺じゃないかね。俺じゃないのね。そうですか。まあ、そりゃそうだね。結構打たれてるからね。うん、よし、頑張ってくよー。頑張ってくよー。ミスターツーベース、ミスターツーベースやったっけ。セーブプリンス、行くでい。あ、1点取られてる。大丈夫関係ないの。巻きやんか。ゆっくりゆっくりゆっくりいくよ。スライダー、よし、オッケーオッケー、ゆっくりゆっくり。うわー、ポキってバット折れた、バット折れた。ショートから一塁送球アウト。バットへし折られた。1、2本しかねえ、すげえ高え、いや1本しかねえ、クソ高え、バッとへだよ、満塁ゲッシュ、もうちょっと待って待って待って、第3球を投げました、ふん、ゴロゴーゴロゴーゲッツー、でもこれゲッツー、これゲッツー、これゲッツーさ、うー、アンチャンスでも打てないバットも折れる、でも2点取ってる、今日はショートゴロと、かー、ちょっと今度かスライダーでんのかよ、取ってこれで3アウトチェンジ。スライダーかと思ったわよ。やべやべ、これ俺のせいで負けるやん。
シュリッタ。こ俺の手やどう見ても俺の手や。投げました。打ちました。初球打ち内野ゴロ。一塁へ送る。俺のせいやった。アウト。ついつい手が出た。ハーターね。すいません、今俺のせいです。完全に俺のせいで負けました。許してください。本当に許してください。満塁のチャンスで点取れませんでした。何も言わなかったっす。何も言わなかったっす。よかったっす。多分気づいてもらってません。ミートが増えました。ミートバット、ノーマルバットになった。ミートバット折れました。高かったんですよ、あれ。200万くらいしたんですよ。一回マイデータ見ましょうか。自分のデータこんな感じですね。よう、これで勝っとんな、おい。ヤシ能力。よう、これで打っとんな、おい。足がでも D まで来たね。少しずつ、少しずつ、ほんと少しずつ成長してる。あと2試合かな。はい、移動しましょう。今年ももう終わろうとしてるな、これ見て。まあ、練習練習。やっぱ練習しとかないとダメだね。なんかいろんなとこにこう浮気しかけてるけどね。女ん子には一切こう目もくれてないところはちょっと男らしいと思っていただきたい。24、5ぐらいで結婚したいね。で言ってたこうリアルの気持ちもこう あるんですよ。リアルもこんな感じで思ってたら婚期を逃したっていう悲しいお話、悲しいお話です。なので上林も一緒に結婚しないように頑張ってもらおうと思います。仲間を作れば怖くない。なんすか、旅歩き、満喫満喫、漫画喫茶。はい、ということでこれ投げる試合ですかね。はい、ということでなんかこう惜しいね、ミスターツーベース惜しいね。なんとか達成したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイちゃーん。